なんだ、あの穴は。守りゆくロンド、テイルズオブグレイス SF 実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。ちょっと中途半端なところから始まってしまって申し訳ないですが、前回は確かラントでお花植えてね、国境を越えて戻るって言って終わったと思います。で、戻ってきて、まあ、町の近くまでなら行けるかなと思って行ってたら油断しててイベントが始まってしまったので収録を始めたって感じですね。なんだあの穴はって、なんか隕石落っこちたみたいな。まだ残ってたか。そりゃこんだけ大きければ簡単には消えないよね。パスカル、前にもこの穴を見たことがあるの？まあね。どうやってできたのだろうな。これほどの穴が理由もなしに突然生まれるとは考えにくいか。クリアスの力が暴発したんだよ。なるほど、爆発みたいな感じ。そんなことがあるのか。あるんだね。ウェンデルのクリアスは性質が厄介でね、扱いはなかなか難しいんだよ。なるほど。って考えるとラントのクリアスは結構良質なものだったのかな。あまりもたもたしていると疑いを抱かれるかもしれない。早くベラニックへ向かおう。そういえば闘技島の密偵さんは、あ、どうなったんだろうね。偶然の反対は必然。この先のベラニックという町でクレーターについて少し調べておいた方がいいかもしれませんね。ああ、ラントにこんな穴が開かないとも限らないからな。どうしてラントに穴が開くの？お答えしましょう。私たちのいる場所って実はウィンドルとの国境の少し北なんだ。私たち実はぐるっと一周してたんだよ。バルキネスクリアスの時もそうだけど、パスカルの博識ぶりには驚かされるわ。そうかな。旅してるし偶然だよ。果たしてそうでしょうか。そんな偶然があるとは僕には思えませんけどね。じゃあ必然。そういうことではありません。まあやっぱヒューバートを疑ってるみたいなところがあるね。さすがに私もパスカルに裏があるとは思ってはいないけど、どうなんだろう。この先は廃れた町よ。町の奥のトンネルを抜けて港から船に乗ればザベートよ。ザベートが確か首都ですよね。そこにバルキネスクリアスがあるんじゃないかって話を確か密偵さんがしてくれたような気がしますが、このなんかクワガタみたいな敵意外と厄介なんですよね。そんで魔王演劇派を覚えたって。指摘したい点はいくつもありますが、よしとしましょうか。はい、強かった。でもまあ魔王演劇派はお見せできたからいいかな。よし、ただね、魔王演劇派出が遅いんだよね。あれちょっと、なんだろう、使いどころをね、範囲攻撃でいい感じなんですけど、しかもかっこいい。だから積極的に使っていきたいところでは。俺たちは負けないな。負けませんね。負けないんじゃない？合わせないよね。確かになんかこのパーティーだと、なんだろう、協調性がないとまでは言わないけど、個性的すぎて、なんだろう、あの幼馴染組がさ、やっぱり息ぴったりみたいなイメージがあるから。まあでも前回だか前々回あのヒューバートのメガネを踏みそうになってましたけど。で、グリーンリボン、鮮やかな緑色をしたリボン、これで女友達に差をつけちゃうかも。そういえばさ、私依頼品とか渡してなんか装備品を多分もらったりしてるんですけど、もうすっかり忘れてて、誰のをもらったか覚えてないんで、
ただね、あのマフラーは受け取ったなっていうのは覚えてるんですよなのでちょっと軽く見させてくださいね。シルバーフレーム、そう、この熱血マフラーね。これレッドマフラーとはまたちょっと違うのか。こっちにしとくか。よし、武器じゃないもんね多分。ホワイトクロークルーンウェアか。ルーンウェアでもいいかもね。パンフレットでもなしで、リボンが今手に入れた植物ダメージ軽減、いいですね。うん、オッケー、こんな感じでしょう。行きます。さあ、町の入り口にやってまいりましたが、北国の乾村かな、西部のとこにチャットはなかったですね。変わっていないな、ここも。もしかして教官はここが出身だったり。それどころか、あの頃よりも状況は悪くなっている。教官、また昔のことを考えてたの。あ昔のこと考えると苦しい。そうだな、なすべきことをなせなかった己の弱さのせいでこの今があると思うと。なすべきことをなせなかった。私も昔に何かをしようとしていた気がする。アスベルたちを守ること、うん、違う、もっと大変な何か。バルキネス・クリアスに関する情報が手に入るかもしれません。町の人間に話を聞いてみましょう。なんか町探索ルンルンって感じの町ではなさそう。ちょっとしんみりというか。ザベートから定期的に物を売りに来ているんだ。何か買っていくかい。宿屋さんとかあるのかな、ここ。バトルスタッフ高いな、めっちゃ高い。欲しいけど。グレープグミもめっちゃ高いんだね。グレープグミって作れるかな。フリーズチェック、そっか、この辺必要になりそう。パフュームね、丸い独特の瓶が目印。へえ。とりあえずエナジー補充して探索していきますか。こっちのお家は入れなさそう。狭い？もしかして、めちゃくちゃ。ごほうごほう、この町には何もないぞ。あるのは餓死か凍死した死体ぐらい。俺ももうすぐ仲間入りだ。そんなに逼迫した状況なのか。この前の晩、母が出稼ぎに行ってしまいました。けどお腹が空いて泣くことさえできない。僕はひどい子です。なんでなんで、なんでこんなに。あ、ジーニアス。ロイドとかイセリアのみんなとか。え、そんなにひどい状況なんだここ。なんとかならないかな。喋りかけないで、今地面に。なんだ、ただの石ころかい。なんかお金を探してたんでしょうか。私見ましたよ、町の 外にある大きな穴を開けた犯人を。犯人は女よ、年の頃で言えば二十歳ぐらいかしら。服装は。そうだよ、あんたみたいな格好してたね。え、シェリア？あ、パスカル。パスカルってのかい、あんた。
あんたの格好そっくりだったよ。私の勘ではあの女はウィンドルの工作員よ。ウィンドルの工作員。野菜せ持ってっちゃダメでしょこんな。いや探索してる私が悪いんだけどさ。町の南にあるでかい穴を開けた犯人をばあさんが見たらしいのじゃ。犯人が分かったところでわしらの腹は膨れんがの。っていうかさ、その穴に見覚えある感じだったよねパスカル。でも似た格好ってことはパスカルが穴開けたわけじゃないんだよね。一応敷地は広いんだね。宿屋さんもあるし。あ、あの子たち何を拾っているんだ。砂ほどの大きさしかないクリアスのかけらだ。クリアスのかけら？そんなものを拾ってどうする気でしょうね。かけらを集めてストーブの燃料にするんだ。ストーブの？集まってるか。ううん、あんまり。俺たちの家は宿屋だからお客の部屋の分も集めなくちゃなんないんだ。そうか。燃料用のクリアスは流通していないのか。この国はクリアスの産出量が少なく、そのほとんどを帝都に住む富裕層が利用している。人々の暮らしが困窮しているにもかかわらず政府は動こうとしない。それがこの国の現実だ。クリアスが手に入らないなんてラントじゃ考えられないな。ストラタだって誰でも好きなだけ使えるというほど出回っているわけじゃありません。しかしこの状態はあまりにも。これが今までずっと敵国だとしか思っていなかったフェンデルの実態なのか。兄ちゃん寒いよ。熱があるな。兄ちゃんが集めとくからお前は家に帰りな。でもまだ全然集まってないよ。大丈夫だって。いざとなったらストラテームの角を取ってくるよ。ストラテーム？無理だよ兄ちゃん、やられちゃうよ。なんか切なくなってくるな。なんかその角拾った気がするよ私。あげるよ。無理でもなんとかするさ。俺だって男だ、任せとけ。お兄ちゃんっていうのはやっぱ頑張り屋が多いのかな。ストラテーム、それは子供でも倒せるようなモンスターなんですかね。いいや無理だ。ストラテイムはクリアスのかけらを食べるモンスターで非常に凶暴だ。ストラテイムの角には摂取したクリアスのかけらのエレスが蓄積するんだ。そのため狩ろうとする者が後を絶たないが毎年のように犠牲者が出るんだ。ストラテイムの角か。ちなみにここへ来るまでに俺たちはすでに何度かストラテイムと戦っている。だよね多分。そうだったんですか。なら角を。ちょっと待って数えてみるから。パスカルいつの間にそんなものを拾っていたの。これ敵と一回も戦ってなくて来ても同じイベントなのかな。木のふぬみのよのご今ある量で十分足りそう。じゃあこれだけあれば足りるか。え？風のようね。早く暖かいところで休ませた方がいいわ。あなたがお家に連れて帰ってあげて。でもたまたま拾っていたものだ。気にしなくていい。それよりも早く妹さんを休ませてあげた方がいい。ありがとうお兄ちゃんたち。行くぞ。立てるか。ちょうど角があってよかったわね。あ、ストラテイムの角、砂クリアスを食べることでエレスが溜まっている角。角はなくなりました。いいですよ。
気遣う女性を習得。シェリア、彼女にとっては敵国だろうが関係ない。他人を気遣う心優しき女性。ライトニングブラスター覚えてんのか。無限刀、ホーリーベイル、これ覚えたら覚えてもいいかもね。結構とりあえずランク5までは覚えてきましたね。シェリアもマリコもね、割とだいぶランク5が増えてきたんですが、宿屋さんがなんかあの奥行きそうな感じするから、こっちから回っていこうかな。お母さん寝てるから起こさないで。あ、ごめんごめん、間違えた。ミルクダメだって持ってって。じゃあ、あ、ブッシュベイビーだ。あれ、なんかまたこの間と違うブッシュベイビー。あ、こっちからも出れる。猫ちゃん、辛そうな猫が魚を欲しがっている。サーモン食べな。お魚3種類あるなら魚介セット作ってあげられるよ。作れ。あ、あ、へえ。じゃあ、アサリ、エビ、カニできたよ。でも余った部分はちょうだい。お母さんに食べさせてあげたいの。好みの魚介3種類から構成されるシェフしかできない秘伝のセット術。シェフなのかこの子、すっご。なんかシーフードカレーとか作れそうですね。なるほど、こっちに出てくるわけか。その宝箱を自由にしていいぜ。どれ？あ、これ？あ、おお。あ、なるほど。こっち行ったらなんか、スプーン。金属でできたスプーン。食事以外にも穴を掘ったりできる。こんななんか、脱獄みたいな。センガルドか。これ払わないだとどうなの？あ、絶対払わなきゃいけないんだね。いいよ。なんか大変だな。これは、あ、字が彫られているわ。スナクリアスを食べる魔物の名、それがパスワード。うわ、なんだっけ、さっきストラテイムだったかな。忘れちゃいそう。ってことはどっかに宝箱があるはず。こっちはさっき入ったから、あれ、あ、なるほど、中からしか行けないのか。よいしょ。あ、ほんとだ、行けない。じゃあ宿屋さん行って、お、まあまあまあ、あんたたちだね。うちのチビたちに貴重なストラテイムの角を譲ってくれるなんて、ザ・おかみさんって感じ。たまたま持っていただけです。どうか気にしないでください。いやー、たまげたね。ストラテイムの角は燃料になるって分かってても、うちらじゃとても手が出ない。本当にありがとう。大切に使わせてもらうよ。あの、お嬢ちゃんの様子はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いてきたよ。あんたたちのおかげさ。ストラテイムと戦って疲れたろ。お代はいいから、うちの宿に泊まっていっとくれ。それは悪い。いや、俺たちはそんなつもりでは。チビたちの恩人にささやかなお礼だよ。じゃあ部屋を温めて待ってるからね。いい人だな。もうそんなつもりじゃなかったのにな、本当に。なんかもうちょっと角取ってこようかって思っちゃうね。ぬくい、幸せ。いらっしゃい、待ってたよ。お世話になります。
こんなひなびたところに来てくれた久しぶりのよそからのお客様だ。うんともてなさせてもらうよ。大したものはないけど、腕によりをかけて料理するからね。なんか劇場みたいなのがあるね。夜になるとこの街はまるで死んだように静かだな。変わっていない、何も。教官、どうしたソフィー、こんな夜中に。パスカルのいびきがうるさくて眠れないの。大変ね。そうか。教官はここで何してるの？昔聞いた歌のことを思い出していた。歌？その歌には二人の人物が登場する。理想に燃える男が二人。しかし男の一人は理想に破れ、別な国に旅立つんだ。別な国に行ってそれからどうなるの？見失った理想を再び探している。残ったもう一人はどうなったの？俺にはわからない。ねえ教官、その歌歌って。そうだな。それでは小さいお客様のために。あ、私たちには聞かせてくれないんだ。そのイケボで歌ってほしかったな。おはよう、よく眠れたかい？でも大体なんかああいう話し方するってことはちょっと自分と重ねてるとか、もしくは自分のなんだろうことを、自分のことを歌にしたわけではないのかな。どうなんだろう。まあでも重ねてはいそうだね。寒くてあんまり眠れなかったよ。いびきかいてたのに。あまり眠れていない割にはあなたのいびきが僕の部屋まで聞こえてきましたけど。夜中は本当に冷えるからね。ヴァルキネスクリアスをどうにかして使おうとしてるって聞いたことあるけどね。何でもいいから早いとここの状況を何とかしてほしいもんだよ。フェンデルは使えてないのか、ヴァルキネスクリアスの力を。ヴァルキネスクリアスがどこにあるかご存知なんですか？詳しいことはわからないけど、ザベートで研究をやっていると聞いたよ。誰か手伝ってるのかな。そうだとしたら誰だろう。やはりザベートを目指すのが正解のようだ。急いで向かおう。あ、兵士がいる。道に開いた大きな穴を見たか。あれは何か爆発の跡だ。ウィンドルの新兵器だろうか。町にその爆発の瞬間を見ていた者がいるらしいぞ。あー、お話聞きましたね。いらっしゃい、どんな要件だい？依頼は、あ、いろいろ達成できそう。わ、ここのなんだろう、依頼もちょっと切実な。お願いします、食料を分けてください。俺は多くはないけどちゃんとします。このままじゃ弟が。いいよいいよ、持ってけ持ってき。我が家には暖を取れるだけのクリアスがない。でも年老いた母がいるんだ。ここのところ冷え込みが厳しく寒くて眠れないようなんだ。なんとかならないだろうか。なんか上質な毛皮とかあったじゃん。あれもいいよ。野菜セット3つ持ってないな。魚介セットと野菜セットしちゃダメかな。ちょっと待ってよ、スプーン、称号ちょっといじりますね。毎回のことで申し訳ないですが。お兄ちゃんがクリアスを掘ってて手が痛そうでかわいそう。スプーンがあればもっと楽になると思うの。誰かスプーンをください。どうぞ。
丈夫なスプーンだ。お兄ちゃんも喜んでたよ。なんかスコップとかの方がいいんじゃないのかな、持ってないけど。バトルリストって言ってたよね。荒々しく改造された、あーそうかそうか、バトルソード系列のあれか。いやでもビアスクローが強いからな。あ、大丈夫か、誰か風邪ひいた？気をつけてください教官、本格的に風邪をひいたら治りませんよ。これは久々に歌ったせいだ。あー、なるほど。少し休むとしよう。歌ね。彼は昨晩部屋を抜け出していたようです。僕の知らないところで何をしているものやら。それ以上は言うな、ヒューバート。ですがあまり信用しすぎると寝首をかかれるなんてことにもなりかねませんよ。だんだん。ソフィー、なんだその歌は。昨日の夜に教官が歌ってくれたの。あまり信用しすぎると何でもありません。あ、自分から折れた。こういうところはなんか昔のヒューバートって感じがするね。古いものなのかしら。あ、ディスコバリーじゃないんだ。もう毎日走りっぱなしの人生よ。どんだけ走ったかな。気づいたらマラソンランナーなんて呼ばれちまったよ。私も呼ばれましたよ。あ、またいるじゃないか。いや、いいんだけどさ。町の南にできた穴、敵国の攻撃じゃないかって言ってるやつもいるけど、あれは違う。間違いなくエレスを使った兵器の跡だ。俺も昔研究者だったからわかる。あれだけの爆発を起こすエレス抜きだし、とても信じられねえ。間違いなく天才が考えた兵器だろうよ。実験だったってこと？話しかけるか。そうだそうだ、ジョー君、もっと踊ってくれ。お見事よ、ジョー君。ご褒美に今日もとっても美味しい食事を作ってあげるわね。なんかもう3、4パート連続で出てるな、この人たち。弟をおもちゃにしてそんなに面白いですか？おい、ヒューバード、失敬だね。俺たちはジョー君の望むままにしてやっているだけだ。さあジョー君、踊りで俺の心を揺さぶりたまえ。はい、なのです。もっと早くだ、もっともっと。はひー、ヘブンリー。おー、影分身した。ジョー君に羽が見えるぞ。まあ、アイデアが湧いてきたのですね、お兄様。早速準備だ。なんかお姉さんのさ、国防ってそんな長かったっけ？あれ？私が気づいてなかっただけ、今まで。さあ早速始めるぞ、ジョー君。はい、なのです。あれ、はは、私どうしちゃったのかしら。はは、3人見えるって。ジョー君が増えたように見えるんだけど。シェリア、私も増えたように見えるよ。よかった、ソフィーにも増えたように見えるのよね。では始める。はい、なのです。ジョー君たち、火だ。3倍だ。もっとだ、もっと。火炎のジョーだろう。了解なのです。おーおーおー、劇場が燃えてしまいそうだよ。劇場？ステージが。どうしてカージさんは世界を回りながら鍛冶屋をやっているのですか？それはですね、私もお兄様も世界一の職人になるためですわ。世界一の職人？ええ、その通りですわ。来た、来たぞー。ジョー君、お兄様。お、なんか二人だけで盛り上がってるね。これが最後だ。はあ。
何ができた？真っ黒これこそ俺の追い求めていた夢のナイフ。この中にナイフを扱える者はいないか。うわぁ、なんか返事したくないかも視線が。そこのレディーか。ではこれを進呈しよう。どうも。やりましたね、お兄様。ええ、これで私たちの夢に一歩近づきましたね。ああ、お出た。漆黒の翼まであと少しだ。行くぞ、アーネ、ジョー君。漆黒の翼の名前がここで出てくるか。バトルナイフ、戦闘能力を特化させるためにカスタマイズされたナイフ。ご存じない方に言うと、漆黒の翼は、テイルズシリーズでたまに、毎回じゃないんですけど、出てくる、まあ、大体3人組かな、の名前ですね。デスティニーとかは出てきましたけど。下がるな、せっかく作ってもらったけど。ごめんね。はい、でもなんか作品によってその立ち位置が違うので、なんかこっち行けそう。なんか一概にこれが漆黒の翼だとはなかなか言えないのですが、まあそういう人たちがテイルズシリーズにはいますよってことだけ知っといていただければって感じですね。うわ、なんだっけ名前。ちょっと確認してきますね。ごめんなさい。はい、確認してきました。ストラテイムですね。もうすぐ忘れちゃうから。振り込みの魔導書、町に入ると自動的にガルドを消費して、へえ、エナジーを満タンにしてくれる。うん、これは嬉しいけど、スタンプ貯まるのかな。スタンプも貯めたいから町でリフェルムの種と補充してるところもあるんですけど。絵画の台本を発見しました。遥か昔に書かれた台本、面白いような面白くないような辛口。食べたくなるよ。台本読んだら疲れた。お腹空いたよ、シェリア。パスカルは本当自由でいいわね。それで何が食べたいの？バナナ。バナナだけでいいの？できればバナナとバナナパイがいいな。そんなにバナナ好きなの？バナナもバナナパイも大好き。だってバルキネスクリアスみたいでしょ。そうかしら。どうなんだろう、バルキネスクリアスってあんな形なのかな。確かにグロワンディもディープルマルでしたっけ、もうあんな感じなんだろう。形は似てましたけど、あれ、なんか反応しなかった、ここらへん。あれ、あ、これか。お姫様物語。ああ、これね、傑作戦。はいはい、だいぶ集まったのではないでしょうか。じゃあちょっと、ああどうしよう、セーブして今回終わりにしようかな。はい、いや、セーブは後でしよう。今回はここまでにしたいと思います。次回は多分このトンネルの方に行くのかな。あっちまだ行ってないので。はい、でもね、フェンネルがなかなか厳しい状況ということが分かってだいぶ切なくなりましたが、テートの方は多分もうちょっと、なんだろう、豊かなんだと思います。その代わりここがなんか苦しんでるみたいな感じなんでしょうね。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。